スティールアウェイこと中道翔です。夏カミングダイエットということで、ずっとこう何本か今前回まで2本ぐらいアップロードしてきたんですけども、今回3本目もきちんとアップロードしてやめようかなと思って、今作ろうと思って書きました。で、今回夏カミングダイエット3完結編ということで、お届けしたいなと思います。で、前回、今日、7月11日土曜日なんですけども、僕が最初にアップロードしたのが、確か5月の、中旬、ダイエット始めたのは5月の中旬からだったので、1ヶ月くらいしてから多分アップロードしたんでしたっけ、ちょっともう忘れちゃいましたけども、5月の中旬頃からダイエットを始めて、今回、今7月のその11日なので、大体2ヶ月ちょっとで、約2ヶ月で、どのくらい痩せたかって、まずこう、告知をしたいと思います。前回アップロードしたように、最初は、高3の頃の、体重、にちょっと近づければいいかなと思って、3キロ減らせば高3の頃だったので、いいかなと思ってちょっと始めたんですけども、7月、ここに書いたように、7月9日までで、ついこの間2日前の夜なんですけども、体重計乗ったら、なんと9キロも減ってたと。これはちょっと俺やばいなと思って、思いました。さすがにね、9キロっていうのはちょっと想像を超えてて、で、大体、自分の中で、初めはね、これダイエットってなかなか落ちづらいんですけども、でだんだんこう波に乗ってくると、こうお腹、夜とかも量を減らすと、やっぱり慣れてきちゃうので、全然、慣れちゃうんですよね。で、慣れって怖いですよね、だから。で、1週間で、大体僕の場合は、1週間で1キロ、減るっていうのが分かりました。ね、大体1週間かかりますね。ちゃんと1キロ減らすのには、安定してね。で、今、例えば、ちょっと負担、肥満になってるって方がいらっしゃるかと思うんですけれども、そういった方が、本当に痩せたいと思った場合なんですけれども、まずいきなり走り出すとかっていうのは、すごい、腰に負担がかかって危ないので、やめた方がいいですね。であとね、ちょっと謝らなきゃいけないんですけども、前回30年以上前からダイエット走ってるって書いたんですけども、多分計算間違いで、僕ね走り出したのが大体始めてから25、6年ぐらいかな。30年じゃないですね、25、6年だったので、一応ちょっと修正します。で、今太ってる方がダイエットしようと思って走り込みを始めちゃう、いきなり始めちゃうと、腰に負担がかかったりとか、足腰に全部、ひびが入るようなものなので、まずそれはやめた方がいいです。で、とりあえず運動をするっていうのは、それが終わりじゃなくて、すべてここから始まり、例えば僕はもう25、6年続けてるんですけども、終わりがあるわけじゃなくて、継続してずっと永遠続けなきゃいけない。ね、これダイエットだけじゃなくて、人ってやっぱり、ね、勉強とかもみんないろんな面でもそうだと思うんですけども、継続して力になっていく。僕ね、今回その継続、運動ももちろんそうだったんですけども、写真始めて、展示とか、いろんなのを始めて、ずっとこう続けてきてるんですけども、継続は力なりっていうのは、写真で毎日アップロードしてってのやってますけども、継続は力なりっていうのは本当にまさにそれで、それはね、もう実感しましたね、展示とかやってきてね。で、やっぱりこう少しずつこう大きく広まっていく。だから一気に有名人になろうとかセレブになろうとか、それは大きな間違いで、やっぱり地道に何を自分が伝えたいかっていう確信をちゃんとお腹の中に持って、胸の中に秘めて、それで少しずつ努力を重ねていく。いきなり一気に有名になろうとか、フォロワー数を増やそうとか、そういったのはもう一切排除して、自分は何を伝えたいのか、何を思っているのか、何をどうしたいのか、誰に何を伝えたいのかっていうのを、やっぱりきちんと胸に秘めてやっていった方が、やっぱりみんな、世界中の人たちっていうのはそういったところをよく見てます。
特にヨーロッパの人たちっていうのはその流行り廃りっていうのはやっぱり気にしてなくって、あの安定した物事をこう見極める力っていうのはすごいやっぱり歴史なことで、僕はあのヨーロッパの方から火ついてるので、物事を見るっていうのはあの定番ってしっかり根付いてるので、その辺はやっぱりあのきちんと、胸に秘めて、続けていっていただけたらなと思います。ね、そんなこうアクセス数がどうのこうのフォロワー数がどうのっていうんじゃなくって、あなたが何を伝えたいのか、何をどうしたいのかっていうのをしっかり持って、続けていくことがやっぱり一番重要です。それもダイエットも一緒で、あの今肥満になった人っていうのはじゃあ何を僕はあの伝えたいかっていうと、まず3日間続けようと思った方がいいですね。太ってる人は3日間、腹筋を1日3回、これを3日間続けることをまず目標にしてほしい。腕立てはね、ちょっとね、多分ね、肥満の人は無理だと思う。だけども、腹筋、体が折れないかもしれないけども、とりあえずその腹筋に近い行為、あの途中まででいいですよ。全部上げきんなくても。あの、カールアップでいいと思うので、途中まででいいから、3日間腹筋を3回、これを続ける。で、4日目も、3回続ける。で、5日目も続ける。6日目も続ける。それをずっと続ける。だから4日目になると、明日6回やればいいかなとかっていうのは人がね、ちょっと出てくるかもしれないんですけども、それはもちろんダメで、必ず毎日3回続ける。そうすると、多分半年ぐらい経つと、少し体に異変が出てくるはずです。腹筋でも。3回じゃなくて4回できるようになったり、5回できるようになったり、10回できるようになり、ようになります。だけど、1週間経ったから、じゃあ10回にしようとか、そうやってやると、必ず、飽きちゃった、きつくなっちゃったりするので、1週間経った、10日経った、じゃあ3回を、1日3回を4回に変えよう。1回増やす。一気に負担を増やすんじゃなくて、少しずつ増やす。それを半年間まず続ける。で、続いたら、また半年間今度は、じゃあ外出て、歩いてみようかなって、近所を3分間歩く。3分間ね。できれば雨の日も傘を差して歩く。今日晴れ、3日間歩いたら、3日を目指して歩く。で、4日目も歩く。5日目も歩く。そうやって少しずつ増やす。3分とか5分でいいですよ、歩くのも。そうすると、だんだん少しずつ体が動くようになってくる。とにかく継続させる、そういう。一気に、腹筋20回やろう。10分間ジョギングやるとか、そんなのね、いきなり無理です、絶対。だから、とにかく継続させるっていうことを根付かせるために、生活の習慣に、取り入れることが一番重要ですね。はい。で、ここに書きましたけども、継続することを前提で運動の量を決める。で、まあね、1週間で多分、腹筋3回ってやってるだけだったりするだけでも、300g ぐらいは減っちゃうんじゃないかなと思うんですよね。1週間ですよ。1週間で 300g。3キロやそうとか、ね、そういうのは絶対無理なので、どう考えても。なので、300g 減ったら、まずそれで成功だと思っていいと思います。仮に 100g とか 300g 何も減らないで 変化がなかったっていうところでみんな諦めちゃうんですけども、それは間違いで必ず継続する。半年間、1週間、2週間、3週間、必ず継続する。で、ここに、ちょっと今回、この熊本中央病院というところに、リンク貼ったんですけども、これをちょっと見ていただくと、これ書いたように、まあ、普通ね、この標準体重、っていうのはみんな見ての通りで、この病院が示す、よく健康管理とかで、示す標準体重ってあると思うんですけども、これ、ここに、身長とか、まあね、痩せ、肥満はこうだよっていうのよく見かけますよね、この表ね。人間ドックとかこういった基準が示されると思うんですけども、この体重無理だろうと思うかもしれないんだけども、僕もね、そう思ったんですよ。これ、標準体重ってのはちょっと厳しいんじゃないかなと思ったんですが、これ今回痩せて気づいたのが、まず基本的に違うと、
この数字示されている、体重っていうのは、基本的なことなんですよね。例えば僕は身長が175センチ、あ、言っちゃった、身長175センチですので、身長175センチだとここになりますね。はい、あ、間違えた、ここか、だだだだ、身長175センチの人の場合は、標準体重、この通り 67.4 キロが標準体重、これも厳しいだろうって人は結構やっぱ多いと思うんですよね。だけどもそうではなくって、まず基本的に運動してること、ジョギング、腹筋をやる、毎日ルーティンっていうんですかね、今風に言うとね、 YouTuber の人とかよく、女の子で毎日のルーティンですとかって可愛くやってますけども、まあそういった感じで、運動量、基本的な運動量を必ずこなしてる、腹筋とジョギングってある程度ね、一日に、でこれかつなおかつお菓子とか、ジュースとかそういったものは一切取らない、3食、ほぼ精進料理的な料理、今回僕、9キロ一気に痩せちゃいましたけども、それでも、夜は、紹介したようなあのトマトジュース、ヨーグルト、何でしたっけ、カロリーメイト1本とかってやりましたけども、そうではなくって、僕は、昼はお弁当食べて、朝は実はケーキ1個とか食べてました。かみさんが買ってきてくれて、これじゃあケーキ朝用に取っとくねっつって、朝取っといてくれて、朝朝食はしっかり食べて、卵焼きとかご飯とかお味噌汁とか食べて、でそこにケーキも食べて、それでも9キロ痩せてました。だから3食全部精進料理的なあの質素なものじゃなくても結構、痩せちゃいます。なので朝は食べていいと思います。夜はダメですね、ちょっとすぐやっぱり消費してないので、しないので、朝は食べてそれでケーキとか食べれますから、でそれを食べた上でも、食べても、この標準体重に間違いなくなると。この僕は身長、繰り返しますけども、僕は身長175センチなので、ちょっとね、自分の自撮りのインスタとかの、まあ、自撮りの写真とかよくアップロードしてますけども、こうね、大きさとか身長175センチ見えないかもしれないんですけども、身長175センチです。はい。なので、体重 67.4kg。で、これにするのには、こんな風に、それに簡単に近づけますよってことです。多分、普段運動してる方とかで、ちょっと痩せないなとかって思ったら、お菓子ジュースってのは一切1ヶ月間やめると、絶対やめせます。これはもう間違いない。で、こんな風に痩せましたよと。痩せるのも大いに結構なんですが、僕が今回9キロ痩せて、思ったのが、体重キープすることのためにこんな風に夕飯抜いたりとか美味しいものとかね、やっぱり食べないっていうのは人生、人の人生としてやっぱり間違えてると僕は思います。家族全員でね、ベジタリアンとかならね、それはもうね、あ、お幸せですねって、どうぞお幸せにってなるんですけども、やっぱりみんなでご飯を食べて、家族でご飯食べるっていうのが僕は幸せなことだと思ってますので、やっぱり家族でね、夕飯ちゃんとご飯食べましょうよ、でちゃんと外食だってするし、ちゃんとご飯を食べること、でこう書きましたけども、まあ、こんなの人生では、ないと。で食べることって楽しいじゃんって、で食べることはやっぱり食べるときはみんなで食べるときは一緒に食べて、痩せるときは痩せると。でここに書きましたけど、結論としては、いっぱい食べていっぱい運動する、ね、それで家族でみんなでご飯を食べるっていうのが僕はすごい幸せなことなんじゃないかなと思います。で僕なんか結婚してね、15年ぐらい、20年近くだったかな。でね、僕子供作らなかったんですよね。またちょっとね、その話はいつかね、その機会、なんか真面目な話なので、
機会があったらまた別口で映像を撮りたいと思いますけども、なぜ僕は子供を作らなかったかっていうのがある理由はちゃんとあるんですけども、まあ、今回子供もできて、結衣ができて、生まれてずっとこうね、今日までやってきて、何が人生の中で一番幸せかって言ったら、海外に行くこととか、そういったことが僕は幸せじゃないんですよ、別に。そうじゃなくって、国内だっていいんですよ、別に。そんなね、もう海外に行けとは言いましたけども、それはやっぱり気持ちとしてね、目標としてやっぱりね、世界へ向かうっていうのは当たり前のことであってね、スポーツでもそうじゃないですか。だから世界に向けて生きていくっていうのはもう当然ですよ、人として。日本はある程度豊かになったんだから、世界の貧しい国を助けないと、やっぱり。これ真面目なお願いですよ。僕が自分の、もう52歳なので、ちょっとまだね、やれる範囲っていうのはいろいろ限界がありますけども、僕はやっぱり与えられた才能っていうのはやっぱりベストで、全力でやっぱり尽くしたいと考えてますので、自分にできることはベストを尽くして世界に示す。だから僕は写真で展示でやってっていう才能を与えられているようなので、僕はベストを尽くしたいと考えているのであって、まあ、それができなければ別にみんないろんな道が、いろんな道があるわけですよ。僕はちょっと世界 の, 様子で、なんかテレビ番組でやったのかな、感動したのが、発展途上国に定年退職された方が、発展途上国の国へ行って、一生懸命舗装されてない道路を舗装してる方がいらっしゃったんですよね。もうおじいちゃんなんですけども。すごい、そのパワーってすごいなと思って。ああいうふうな人生を歩んでる人って素晴らしいですよね。だからやっぱりそういったのを見ちゃうと、やっぱりみんな若手でも何でも、みんな世界に向けて生きてほしいんですよね。で、多分海外に行って活動するっていうのは結構ね、やっぱりなかなかね、言葉とかいろんな障害があるかもしれないんですけども、みんなが与えられた場所で、与えられた才能の中で、与えられた場所で、それでベストを尽くす、これが人生だと僕は思ってます。ちょっと真面目にちょっとまた話がそれちゃいましたけども、ね、とにかく何が人生で最も幸せなことかって言ったら、子供ができて一番幸せなことだったなと思ったのは、家族でご飯食べるのが一番幸せだなって僕は思いました。これ以上の幸せってないですよ。まあいろんなね、こう幸せの感じ方って人それぞれかもしれないんですけども、僕は家族でみんなで揃って元気にご飯を食べれるね。僕は料理作れないので、お母さんが作ってくれたものをみんなでね、どんな粗末でも何もでも何でも、やっぱり家族みんなで笑いながらご飯食べるっていうのはやっぱりすごい幸せなことですよ。ね、喧嘩してても争ってでも、ね、ちびまる子ちゃんみたいなご家族もあれば、いろんな家族がある。ね、家族みんなでご飯を食べれるのが幸せだと思う。逆に花より団子にありましたけども、道明寺が誰もいないテーブルで一人でなんかご飯食べてるっていうシーンが確かあった気がするんですけども、すごいかわいそうだった。あれもね、忘れられないシーンでしたね。ね、多分実際お金持ちの人っていうのはみんなでね、豊かには見えるかもしれないけども、そういうふうにね、やっぱり身を切り崩してお金も稼いで一生懸命稼がなきゃいけないしっていうのは人もいるかと思います。だからお金があれば幸せ、お金がなければ不幸せっていうのはもちろん間違いであって、家族みんなで、お母さんがどんなものでもコロッケでも何でもいいじゃないですか。で、それをみんなで家族でご飯を食べれる、これはね、やっぱり本当にね、幸せなことだと思う。だから、今いろいろなこう時代、こうね、インスタとかでこうね、みんなでね、アップロードしてる人もいらっしゃいますけども、だけどもやっぱり家族でご飯を食べれるっていうのが僕は幸せなことだなと思っているので、ね、ちょっとよく考えてください。ね。はい。ということで、ちょっとね、そう、結論ちょっと話を戻すと、まあ家族でご飯を食べるっていうのは僕は幸せなことだなと思ってます。で、ね、なんとね、ほんとびっくりしたんですけど、俺、どうして、まあちゃんとね、毎日記録は取ったんですよ。
あとね、記録はね、取ることですよ。100g でも 200g でも。毎日 iPhone とかのカレンダーに、マイナス100とか、何キロ減っていうのを必ず記録を取って、減ったり増えたりすると思うんですけども、必ずつける。で、必ず運動はする。ということで、まあ、今回、夏、ね、ここまで夏カミングダイエットってことで収録してきたので、一応完結編ということで、まとめてみました。ね、ダメですよ、そんなね。女の子とかね、特にね、若い女の子とか多いと思うんですけれども、まあ、若い時はね、まあそういうのも経験でいいかもしれないけども、だけど若い時だからこそ、やっぱり美味しいものをみんなでご飯を食べて痩せる。ご飯を食べるっていうのがあると思います。で、あと、まあ、そう、もう一つちょっと言い忘れたんですけど、僕が登録してるインスタの中で、プロフェッショナルの方がやっぱりいっぱいいらっしゃるんですよ。彼女たちっていうのはプロなので、僕が見てる限りでは、ちょっと僕自分の経験、小説にも書きましたけども、僕自分の経験と照らし合わせると、プロっていうのは本物です。なので、自分を、素人さん何がまずいかっていうと、自分を理解してない、自分を把握してないのがすごいまずいんですよ。彼女たちはプロなので、自分をコントロールすることを知ってます。だから、維持できるんですね。そこ、素人の方とプロの方の、方の差なので、気をつけてくださいね。闇雲にダイエットしようとかって絶対やめてください。そうすると精神崩壊しますよ。精神病の病院行きになっちゃうので、彼女たちはプロなので、そこをよくね、節度を持って真似してください。本物ですよ、彼女たちは。一応言っときます。ね、インスタの誰がどうのこうのっていうことは言いませんけれども、プロっていうのは何が僕が経験した中では言うと、プロっていうのは自分自身をちゃんと自分を理解してるっていうのがまず前提で全て動いてます。だから、ここまでは食べていい、ここまではダメとか、そういった全て、例えばメイク一つにしても、自分の弱点とか長所っていうのを完璧に把握してる。プロを舐めないでくださいね。本当にすごいですからね、プロっていうのは。自分の良い点、悪い点をちゃんと把握してる。だから、性格とかもね。だから、自分をコントロールしてアピールすることも全てを知ってます。だから、だから、プロなんですよ。素人の方が、ちょっとね、やばいなと僕は見てて思うのは、やむいこうにダイエットしようとか、お金をかけてメイクしようとか、そうじゃないんですよ。まず、自分の長所、長所と、悪いところっていうのを把握してて、それでどうしたらそれをうまくカバーできるか、活かせるかとか伸ばせるかとか、そういうのを完璧に把握してる。だからよく彼女たちを真似した方がいいです。僕が 見てた限りでは、この人たちはプロフェッショナルだなって、ここが僕はみんな登録させていただいてるったりするので、素人の方でも、すごい、やっぱりプロレベルの方がいらっしゃるので、よく真似した方がいいですよ。女の子がね、可愛くなりたい、綺麗になりたいってことは、もうこれはね、もう一瞬ね、やっぱりいいことだと僕は思ってます。はい。やっぱり自分のね、で、世の中の男を、翻弄するパワー。これっていうのは、やっぱり絶対必要だと僕は思ってますので、それでいいじゃないですか。男はいっぱいみんなね、騙されてください。で、女の子は稼いだ、男が稼いだお金を女の子に貢ぐのなんか当然当たり前だと僕は思ってますので、ね、僕なんかね、いくらね、騙されてきたかっていうのがねありますので、ね、何十万だって騙されてね、僕はそれでいいじゃないですか。貢いでね。騙されちゃってください。はい。ということで、世の中はそうやってなら、前進してなら、いきますので、よろしくお願いします。男性はね、そんなせこい男になっちゃダメですよ。可愛い子には貢いでください。はい。ということでね、節度を持ってダイエットするってことを、今日は伝えたくて、最後、これ、夏カミングダイエット完結編ということでお伝えしてました。で、じゃあ、そういうことで。ではでは、またね。じゃあね。またね。はい。